おはようございます。人造人間19号くんです。19号くんです。今日は人間ドック2日目です。で、今日は大腸検査ということで、朝から個室に通されまして、このね、2リットルの下剤入りの水を飲むというミッションを課せられております。これは大腸をきれいにするためですね。大腸検査が12時ぐらいからあるので、それまで2時間ぐらいかけて、じっくりこの2リットルの水を飲んでいきたいと思います。レッツゴー。まずい。これまずいんですよ。味で言うと激まずのポカリスエットって感じですね。多分塩分は入ってると思うんですけど、飲みづらいことこの上ないというね。なんでもっと美味しくしないのかなっていつも疑問です。少しぐらい砂糖とか何かこうゼロカロリーの甘味料でもいいと思うんですけど、何か入れてくれよといつも思います。まずいよ。でもね、そんなこと言ってられないんで、頑張って飲んでいきたいと思います。では二口目に参ります。うわぁ、まずい。でもね、飲んだね。 700cc ぐらい飲みました。あと 1.3 リットルぐらいになりました。同じ絵面が続くのもなんなんで、僕がいるこの個室の雰囲気を皆さんに見てもらおうと思います。はい、一周しました。のんびりしてられないんで、三口目を飲んでいきたいと思います。まずい。ひたすらまずいな。でも頑張って飲んだので半分まで減りました。あと1リットルです。4口目を飲みます。まずい、まずいよ。あと 700cc ではね、残りもあと少しなんで、飲み切りたいと思います。まずい。ラストスパートなんで、あれだよ、24時間テレビだったら、そろそろね、ザードの負けないでがかかってくるような時間帯ですね。あとちょっと頑張ります。まずやばいなこれ。まずいもん。飲み切りました。万歳。はい、13時20分になりました。なんとまだ呼ばれていません。部屋に待機しております。腹が減ったぞ、腹が減ったぞ。はい、2時43分、検査完了、帰ります。